皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけどもフェーズについて学んでいきました。で、今回なんですけども切断面プロファイルというコマンドについて学んでいきたいというふうに思っております。これはですね、躯体、コンクリートの躯体にまず増し打ちの表現をしてですね、その増し打ちのところを目地棒を使ってですね、切り抜くっていう、そういうコマンドがですね、切断面プロファイルというものでございます。まあ別に目地棒を使うわけじゃないんですけど、実際には目地棒を使ってやりますよね。あのイメージで、目地をですね、作っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずは完成形について確認していきたいと思います。はい、こんな感じでですね、まあよくね、一般的に外壁の縦目地ですよね、伸縮目地だったり目地棒を使ってこう作りますよね。こういった目地を作るときに使うもの、それがですね、切断面プロファイルというものでございます。でですね、今回は切断面プロファイルっていうものを使ってこういう形状を作っていくんですけども、この教科書の先の方のに進んでいくとですね、また違ったいろいろなやり方で縦目地をね、表現するっていうことをですね、紹介されておりますので、今回はまずは切断面プロファイルというコマンドを使って作るということです。他にもいろいろあるので、その場合場合によってですね、コマンドを使い分けるということが大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、続きましてコンクリートの増し打ちをですね、作っていきたいと思います。今ですね、1回平面小サイズビューを開いております。縮尺は現状ですね、50分の1になっておりますと。はい、それで今回はですね、教科書に沿ってですね、この辺の、洗面所の近くのこの辺の壁について確認していきます。はい、それではまずはビューの尺度ですね、ビューの尺度を51から10分の1に変更いたします。そうするとかなり細かい表現になっております。この外壁ですね、外壁 RCT150 という外壁、これについて、今から変更していきたいと思います。この今ですね、現状ここの 25mm なんですけど、こうタイルなんですね、躯体に、外壁のタイルを貼っているような状況、これをですね、ちょっと変更していきたいと思います。まず外壁をクリックしてタイプ編集をクリックいたします。そしてここの編集ボタンですね、こちらをクリックいたします。わかりやすいようにプレビューボタンを押していきたいと思います。はい、こんな感じで今3番のですね、この構造150ってなっているところがこの白い部分ですよね、この3本線のところで、こちらが上が外壁側なんですけど、この赤色で塗られている部分、こちらがですね、仕上げの位置ということで、レンガ一般 25mm の厚みになっております。ここを、まあ現状レンガ一般なんですけども、これを躯体形状、躯体の増し打ちにするためにですね、このマテリアルを変更していきます。こちらはですね、躯体、今現状のこの構造と同じですね、コンクリート現場っていうマテリアルに変更していきたいと思います。はい、ありましたね。コンクリート現場。こちらにですね、マテリアルを変更していきます。OK を押していきます。はい、そうしますと、まあ、ここと一緒ですからね、この躯体構造さんのコンクリート現場と一緒にしましたから、まあ、3本ラインがこういう風な感じで通った状況になると。ただですね、ここに躯体境界が1本入っておりますので、躯体境界っていうのはここですね。ここに境界が入っているので、まあ、この仕上げと構造はまあ違うものというか、まあ、マテリアルは一緒ですけども、こういうふうに分かれているんだよという、そういった構造の壁に変更いたしました。これで OK を押していきます。で、適用して OK です。はい、そうしますと、まあ、こんな感じですね。はい、線が1本入って、ここが仕上げの位置ということですね。続きまして、この線をですね、点線表記にしたいと思います。それがですね、以前勉強した修正タブの線種変更、ラインワークというものですね。こちらをクリックしていきます。そしてこの線種の方をですね、陰線を選択いたします。まあ、陰線というのはまあ点線みたいな感じですよね。こちらに変更して、そしてここをですね、クリックしてあげます。この真ん中の線をクリックすると、はい、どうでしょう。まさにですね、もう増し打ちの表現になりましたね。完全にこれはもう増し打ちの表現です。まあ、図面を描くときの表現方法として、こういう感じで、この線種変更をね、していくんだよということですね、学んでいきたいと思います。で、線種変更っていうのは、確かそのビューのみでしか反映されませんので、多分1回平面図ビューとかちょっと開いてみますけども、多分あまりこう出てこないはずですね。これ、ですよね。そうですよね。はい。実践のままですよね。はい。1回平面小サイズビューのみですね、今ここ、ラインワークで変更していきましたということでございます。はい、それでは続きまして、切断面プロファイルというコマンドを使ってですね、先ほど設けた増し打ちの 25mm のところに目地をですね、入れていきたいと思います。はい、ちょっとですね、目地入れる前にですね、これ細線モードになってたのでちょっと見えにくかったかもしれません。申し訳ありません。ちょっと変更していきたいと思います。表示タブの細線のところをクリックすると、こんな感じでちょっと濃ゆくね、
見せることができます。まあ、これが普通の一般的な印刷画面、印刷で出る太さの画面ということはですね、まあ、以前ですね、勉強してまいりました。この細線を解除したモードで進めていきたいと思います。はい、それではですね、続きまして、切断面プロファイルのコマンドなんですけども、表示タブのですね、こちら、切断面プロファイルというものがございます。こちらをクリックいたします。そうすると、どこの部分に関してこの切断面プロファイルを作りますかっていうのをね、選択する画面になるんですね。例えば、一番外側のこの赤色に光りますよね。一番外側のここの部分ですか、それともこの内側の構造の部分ですか、それとも内側のボードの部分に関して作りますかというような感じで選ぶことができますので、まあ、今回はですね、ここに対して目地を作っていきたいので、この外壁のこの部分ですね、仕上げの部分で赤く光らせて左クリックを押していきます。そうすると一回左クリックを押すとこういうスケッチモードになるんですね。だどういう断面を切り取りますかみたいなイメージだと思います。だそこでですね、描画のところで好きなものを選んでですね、まあ今回はこの線、ただの線を選んでいきたいと思います。じゃあここでですね、スケッチを書いていきたいと思います。まずはこの外壁側からスタートします。1点目クリックします。そうするとこんな感じで線が書けますので、まあ、まずは正方形で書いていきましょうか。じゃあこの辺で、クリック。そして30ミリでしたよね。30ミリでクリック。そして下に行ってここでクリックという感じで、こういう感じでこの字型でね、書いていきました。こういう感じでこの字型です。で、今度はですね、ここの長さですね。ここが確か5ミリ5ミリへっこんでましたから、これ選択してあげて、ドラッグして、5ミリへっこます。そしてこれもドラッグして5ミリへっこます。そしてですね、こいつらをここにこうくっつけるという感じで、ちょっと選択してこうドラッグして離すという感じでいくとですね、ちょっとこれ測ってみましょうか。この2点間距離ですね、はい、ここからここまでが20ミリですね、 OK ですね。さらにこちらから引くとこれ25ミリの増し打ちですね、はい。そしてさらにここから、はい、ここからこういう感じで30ミリですね、ここが30ミリ、こんな感じのですね、台形の目地棒を使って切り取るというイメージですね、はい、こんな感じなんですね。この状態で編集モードを OK するんですけども、ここですね、切断面プロファイル注意点がですね、3つあります。これをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、1個目はですね、閉じてはいけないという問題があるんですよ。今、この黄色い範囲、黄色いラインについて切断面というのを作っていくんですけども、例えばですね、これを閉じてはいけないというのは、スケッチを閉じてはいけないということですね。まあ、こういう感じで目地棒のイメージで、こういう感じで閉じてしまうと。で、これでですね、例えばモード終了ボタンを押すとですね、こうエラーが出てしまうんですね。で、これ読んでいくとですね、はい、ここですね、切断面プロファイルを編集用には、開いたループのみを使用できますということで、開かないといけないということなので、だから私ね、初めこういう感じにしたんですよね。まあ、開いてますよね。閉じないということ。これが1点目、ちょっと注意していきたいと思います。そしてですね、もう一つなんですけども、今度はですね、重なるといけないっていう問題なんですね。それはどういうことかというと、今、この黄色いラインの中で断面を作っていくわけなんですけども、この今接してしまっている、重なってしまっているんですよね。こういう状態でやるとですね、エラーが出てきます。ちょっと一回これでじゃあモード、OK モードを押していきたいと思います。そうすると、はい、ここですかね。既存のエッジと交差したりオーバーラップすることがないように、既存の境界上で終わる開いたループを使用しますと。文字だけ読むとですね、ちょっといまいちわかりにくいんですけども、まあ要はこのオーバーラップしないようにしてくださいねということなんですね。まあこれは教科書でも書かれているんですけども、例えばですね、この25ミリじゃなくて、まあ1ミリでもいいと思うんですよ。24ミリ。っていう感じでちょっと気持ちね、下に今変更いたしました。まあ、今回はね、ちょっと分かりやすいようにこういう感じでちょっとかなり離すような感じで作っていきたいと思います。まあ、こんな感じでですね、作っていくと、これモード終了ボード押しますね。そうすると、はい、こんな感じでちゃんと綺麗にね、作ることができるということでございます。まあ、注意点、今言ったのはまず閉じないことですね。閉じないこと、それからここくっつかないことですね。オーバーラップしないこと、これが2つ目の注意点です。そして3つ目の注意点なんですけども、ちょっとこれ編集ができますので、ちょっと行きたいと思います。まずこの切断面プロファイルを選択いたします。色がついた感じで選択されます。で、こうプロパティ見ると切断面プロファイルちゃんと選択してますよという表現になってから、スケッチを編集ボタンを押していきます。そうすると先ほどのスケッチの画面にね、戻ることができます。で、もう1個の注意点っていうのは、こちらもですね、教科書にちょっと触れられているんですけど、こう矢印がね、ちょっとここに書いてあるんですよ。これちょっと分かりにくいので、表示タブの細線を押していきます。細線ですね。細線のモードにちょっと変更しました。こちらですね、この矢印があると思います。
で、この意味っていうのがですね、ちょっといまいち分かりにくいということがあるので、ちょっと注意点の3つ目として、説明させていただきたいと思います。これね、矢印っていうのはですね、教科書には残す方を選択します。残す方がこの矢印の方向、矢印の方向を残すというような表現されているんですけども、まあ、これどういうことかと言いますと、今は、まあ、この黄色いこの中、この線のこの 25mm のこの中で今作ってるんですけども、どちらを切断してどちらを壁として残すのかみたいなイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。例えばこれ矢印が、外側、この作ったこの切断面プロファイルの外側を向いてますよね。なのでこちら側を残すんですよというイメージですね。はい、じゃあこちらでですね OK を押していきたいと思います。今こちらの外側を残すという表現です。こちらでモード終了ボタンを押していきます。はい、そうするとどうなるかというと、これ壁をクリックするとこんな感じになって、ちゃんとここがくり抜かれていて、こちら側が壁としてですね、残っているということなんですね。まあ、残す方を矢印で表現するということです。じゃあ逆をですね、ちょっと選択していきたいと思います。この切断面プロファイルを選択して、選択いたしまして、スケッチを編集です。はい。で、この矢印をですね、一回クリックするとですね、はい、わかりますでしょうか。こんな感じで、クリックするとこの矢印の方向がね、変更されるんですよね。なので今度は、じゃあ、こちら側を残しますよというような設定にいたします。これでモード終了を押していきます。さあ、そうするとどうなるか、壁を選択します。こんな感じになるんですね。なぜかこの目地の中がですね、壁として認識されておりまして、こちら側が切断されたみたいなイメージですね、この白い部分。まあ、今、残す方をという感じで矢印をしたからですね、こういうことになっているということでございます。まあ、これは明らかにですね、今、目地を作りたいという目標に関しては明らかに間違っておりますので、修正していきたいと思います。これ選択してあげて、スケッチを編集してあげて、この矢印をこちら側にしてあげる。そしてモード終了ボタンを押してあげるということですね。はい、こんな感じで、いい感じでですね、これ作ることができましたということでございます。はい、そしてですね、最後ちょっと補足なんですけども、このツールなんですけども、平面図、天井伏せ図、断面図ビューで使用できるということでございます。平面図ビュー、天井伏せ図、断面図ビュー。この3つのみで使用できるということなので覚えていきたいと思います。で、それでですね、あともう一つは、このビューでしか表現されません。ちょっとですね、まあ、細線また解除しますね。細線解除していきます。そして今1回平面小サイズビューで作りました。じゃあ1回平面図のビューでじゃあどうかというと、はい、こんな感じで表現されておりませんね。違う他のビューでは表現されないと。だ1回平面小サイズビューで作ったので、このビューでしか表現されないんですよということをですね、覚えていきたいと思います。まあ、当然ですね、3D ビューでもね、同じことですね。3D ビューちょっと見ていきたいと思います。3D ビューでこんな感じで、はい。この線面のとこですよね。どうでしょうか。ないですよね。目地ね。こう立面で見たとき縦目地がね、ビーッとこういう腰壁とかにね、入ってくれるといいんですけども、まあそういう感じでちょっと入ってないということで、まあなので、このビューでしか表現されないということです。覚えていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、切断面プロファイルというものを使って、目地をですね、作成していきました。次回なんですけども、今回とですね、同じ目地をね、また作っていくんですけども、今回はまたアプローチが違いまして、詳細グループっていうコマンドを使って、作成していきます。まあ、今回は切断面プロファイルというものを使ったんですけども、今度はですね、詳細グループというものを使って、同じ目地を作っていくということをやっていきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。